串引きユミ大正13年7月26日は明治から大正にかけて主に日本、アメリカで活動した工業士、青森県三古郡小野辺町出身。博覧会における各種工業を取り扱う乱海屋と呼ばれる工業士の一人で博覧会キングと呼ばれた。1859年、道の区国五古村に生まれる。若い時に上京して、 慶応義塾の門下生となったが、相場で失敗して大きな損失を被った。1885年に無一門で渡米すると、基地と天才的なハッタリを武器に工業士としての道を歩み始めた。くしびきが経営していた日本庭園の写真集、ジャパニーズティーガーデン、アトランティックシティ NJ の表紙 S1893 年のシカゴ万国博覧会では会場に、 日本庭園を作り、そこで行った日本人女性による喫茶のサービスが話題となる。1896年にはニュージャージー州アトランティックシティで浜辺の6エーカーの空き地を借り受けて日本茶にお組合の公園により大規模な日本庭園を造成した。この庭園には日本から単調、鶴、京都の寺章、石道路を2万戸に及ぶ岐阜城鎮などを取り寄せて彩らせた。 庭園の入り口には日光の陽明門を模倣した門を設置し、園内には岡崎の八橋、亀戸天神社の太鼓橋、銀閣寺、体内くぐりなどの日本各地の風情を取り入れた。園内の茶店では20名の日本女性にお茶を振る舞わせた。この庭園は1900年に閉園となったが、マジソンスクエアガーデン屋上の日本庭園築造に一部の庭園資材が再利用されている。 また、球技場を造成して、資金を作り、工業士としての基礎を固めた。1897年に映写機と映写技師を連れて、日本に戻り、東京で初の映画の上映会を開く。1899年には、三瀬幸桜と共に、川上乙次郎一座をアメリカへ招聘し、サンフランシスコでの公演を取り仕切って、日本劇を紹介したが、 事業的には失敗し一座の生活は立ち行かなくなり、このことで、くしびきは悪評を買った。1901年には、ロサンゼルスの海岸に、イタリアのベネチアの都市景観を再現した、娯楽場を設置した。シカゴ・バンコク博覧会から1901年のパンアメリカン博覧会までのすべてのアメリカで、開催された、博覧会で、フェアー。 ジャパンと名付けた日本の娯楽を催し好評を博した。クシュビキは1901年パンアメリカン博覧会の会期終盤にニューヨーク州バッファロー市内で路面電車の事故に遭遇して右足を失っている。その後も同年末から開催されたチャールストン博覧会においてパンアメリカン博覧会と同様の展示を行った。1904年に開催されたセントルイス。 万国博覧会では日本政府と悶尺を起こした。万博では参加要請を受けた日本政府により出店、造成、営業などが管理され、串引きも政府の許可を受けて営業した。日本政府は日本庭園内に金閣寺を模した喫茶店及び台湾館でお茶を日本人女性に給仕させた。一方、くしきは日本村の劇場で踊りや芝居、 日本茶店での接客として、芸者を使用した。串引きは、芸者の営業権を妨害していると主張して、日本政府の喫茶店と台湾間で給仕している、日本人女性全員を辞めさせるように求めたが、博覧会会社は、串引きの主張を認めなかった。串引きが運営した、日本村は、土雲を翻訳付きで上演し、好評となった。一方で東踊りは、不評を買ってしまい、 営業中止をめぐるいざこざが発生し、芸者16名が日本への帰国を拒否する事件まで発生した。その後は1909年にシアトルで開催されたアラスカユーコン太平洋博覧会でも、ラツワンを振るい、1910年の日英博覧会では、在米法人が出資して作ったジャパンビューティフルの総支配人を務め、大きな富士山のジオラマの前に高さ約三十メートルの 鎌倉大仏を作り、色鮮やかな投稿と組み合わせてみせた。1915年のサンフランシスコで開催されたパナマ太平洋博覧会では、日本の工業のすべてを取り仕切り、盛況を博して博覧会キングの故障を確立した。同1915年に帰国してからは、日本で初となる飛行機を輸入するとともに、チャールズ・ナイルズ、翌1916年には、 アート・スミスと女性飛行士キャサリン・スティンソンを連れて日本に戻り日本各地でアクロバティック飛行の興行を打った。このうち東京・青山連平場で行われた極芸飛行の見物客には串引きの生まれた5個に縁が深く、後に YS-11 を設計する木村秀正がおり、この時に航空機の道を志したと自身の著書に記している。 1919年には支援していたウィリアム・アル・ゴー・ハムから三輪車クシカーが寄贈され、この記事が時事新報にも掲載されるなどして注目された。1921年、串引きは東京に設立されたホワイトシティ株式会社の発起人に名を連ねる。設立主意書によると、ニューヨークなど西欧の諸都市の事例を参考にして、 東京近郊の神奈川県川崎市の玉川下流に野球場を中心とした遊園地やキッズランド、コンベンションホールなどを合わせた近代的な大型リゾート施設を構想していたとみられる。計画には当時の京浜電気鉄道が賛同していた。1924年7月26日に東京府南葛飾郡奥戸村の鎌倉で死去した。 ハワイの日経日刊新聞である大和新聞の1899年5月13日の記事では串引きについて以下のように紹介している。アトランタ市チにおいて広大な喫茶園を開き、傍ら日本植木の販売を営みつつあるこのためか、日本庭園を開いた場所をジョージア州のアトランタとする記載も見られる。当時、米国に滞在していた片山線は、 セントルイス万博を訪れた。片山は、日本村について、以下のように表している。日本村は散々のありさまで、果実一同ストライキをし、白人の株主に反抗し、以来ごたごたが絶えない。昨日も芸者は工業を止めて、村内作漠のありさまであった。元来、日本村は、日本人を出しに使って、米国資本家が金を設ける場所にてそのありさまは、 驚くべきことごとばかりだ。ウィキメディアコモンズには、くしびきゆみじに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。